こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は絶対に挫折しないアブローラー完全攻略法をお送りさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はですね、アブローラーの正しい使い方について説明させていただきます。アブローラーね、腹筋を鍛える道具なんですけれども、結構自宅にあって使ってない方も多いんじゃないでしょうか。そういった方に向けて、アブローラーの正しい使い方と、アブローラーをしてよくあるのが、腰が痛くなるっていう方も多くおられると思うので、そういった方の注意点を今回ですね、説明させていただきたいと思います。アブローラーで鍛えられる筋肉っていうのは、この腹直筋って言われます。胸骨から恥骨までついている筋肉なんですけれども、この腹筋が背骨を丸くして縮むことによって鍛えられる筋肉なので、これがアブローラーでも非常に重要なポイントになりますので、注意していただければなと思います。それでは実際に正しいフォームで行っていきたいと思います。それではまずスタートなんですけれども、手は肩の真下で、膝は股関節の真下にセットします。ここがポイントで、スタート位置で背中を丸くする、丸くするために少し顎を引いておへそを見るような形の姿勢をとります。ここからですね、アブローラーを前に転がしていきます。背中が一直線になったら、そのままお腹の力を使って、これも背中を丸めながら元に戻していきます。じゃあ繰り返していきます。このまま背中を丸めた状態から、背中をまっすぐまで伸ばしたら、背中を丸めて元に戻していきます。もう一度いきます。っていう形で繰り返していきます。スタート位置で背中がまっすぐな状態、ないしは反っている状態になると、前に転がした時に腰を反ってしまうので、腹筋に負荷が入らず腰を痛めてしまう原因になるので注意が必要です。腰がですね、反ってしまう原因の一つに、顎をですね上げて行うと背中が丸めにくくなるので、先ほども言った通り、顎を引いておへそを覗き込むようにして、背中を丸くして行うと、より腹筋を使って鍛えることができます。膝をついて20回を目安にできるようになったら、膝を上げて、いわゆる立ち転ですね、立った状態で転がしていくような形でチャレンジしていただいてもいいかと思います。ただ、これ立ち転は非常に負荷が強くなるので、怪我に注意しながら、あまり無理せず実施していただければと思います。先ほどの背中をうまく丸めれないっていう方におすすめなストレッチが、キャット&ドッグと言いまして、四つん這いの状態になって、少し顎を上げて腰をぐーっと反ります。息を吸いながら腰を反った状態、肩甲骨を寄せます。ここから逆に息を吐きながらおへそを見るようにして、背中をと丸めていく動作、ぐっと腰を反る状態から
腰を丸めていくというストレッチを、まあ、5回程度繰り返していただくと、うまく背中を丸くすることができるので実施していただければと思います。アブローラーですね、前に転がした時にもうそもそも戻れない、腹筋の力が足りないっていう方や、まあ、腹筋じゃなくて腕の力でこう戻ってくるような方は、まあ、そもそもアブローラーをする、まあ、腹筋の筋力がまだ足りていないので、まあ、こういうクランチという腹筋で腹筋を強化してからアブローラーにチャレンジしていただければと思います。まあ、クランチの動作はお腹を丸めながら背中を起こしていってゆっくりと戻していく、息を吐きながらお腹を丸めながらゆっくりと戻していくというような形で、まあ、練習していただくといいかと思います。まあ、通常のアブローラーで戻ってこれない方は、壁の前にですね、セットして、このまま壁をストッパー代わりにして、まあ、転がしてで戻すっていう練習を行っていって、まあ、徐々にできるようになると少しずつ距離を伸ばしていって、まあ、このように練習していただくといいかと思います。今回はアブローラーの正しい使い方、または、まあ、よくある NG な、フォーム等もご紹介させていただきました。まあ、今までですね、使ってなかった方もぜひですね、今回を機に、アブローラー使っていただいて腹筋鍛えていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品お得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。